はい、皆さんこんにちは。ハロー。こっちか。ハロー。はーい、聞こえてますかね。よいしょ。こんばんは。ハロー。よいしょ。はい、ということで、この間ね、ホローナイトで、またボスに遭遇したので、今日はサクッと、まあ、1時間ぐらいで倒せたらいいなって思うんですけれども。ハロー。ホワイシュシュハロー。こんばんは、久しぶりにリアタイできる。おお、久しぶりのリアタイ、ありがとうございます。はい、久しぶりの生配信楽しみです。ありがとうございます。そうなんですよね。愛知お疲れ様でした。虹旅お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。私もめちゃくちゃ楽しかったです。はい。まだ見てないよっていう方は、アーカイブあるので、ぜひ見てみてください。声出しやっぱり最高ですね。はい、ということで、早速始めていきましょうかね。音量これぐらいでわかるかな。 How's the sound of the game? ゲームの音大丈夫そうですか。あとゲームの音と私の声の音量。西旅愛知お疲れ様でした。トークパートにで笑ってライブで感動して最高の2日間でした。トイドールでの会場の一体感は一生忘れられない素晴らしい体験になりました。おお、ありがとうございます。よかったです。本当に良いバランスです。音量大丈夫。 OK、 じゃあ始めていきましょう。 Let's get it started。 そう、いろいろ発見して I found so many new places。 ちょっとマップお見せしますかね。 I'll show you guys the map。 今ね、ここにいるので、ね、そう、この暗闇の巣っていうところと王家の水路っていうところを発掘してっていう感じですかね。結構ね、そうで、ボスがね、どこにいたの。あ、そう、ここの下にいるんだよね。行けるかな。お金預けた方がいい。まあでもレベルアップしたから割と、行きやすいというか、行きやすいじゃない、カードをね、カードじゃない、お金を貯めやすくなった気はしてます、私。ちょっと待ってよ。マイクをもうちょっと上げたい。椅子が斜めだ。そう、なんかそういう設定っていうか、そういう感じです。で、この下にね、ボスがいるんだよね。落ちちゃった。そう、このね、こやつがさ、そう、こやつがね、倒すとね、おお、そう、こやつが、うおーっと、こんな感じ。倒せるかな。ちょっとね、ここのエリアが私的にちょっと個人的にちょっと、気持ち悪くて。個人的にこのエリアがちょっと気持ち悪くてさ。そうなのよね。そう、これこれこれ。これきっとボスだよね。This is probably the boss, right? 行きますか?これボスじゃなかったら面白いよね。まだね、初めてなの。おお。ボスっぽくない?もしかして。
死んじゃう。どんどん出てくるけど、どうすればいいのこれ。こういうことか。待って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 。ボスだよねきっとこれさ。多分でもこれ私倒し方わかるんですよ。ブチュブチュブチュってくるやつを倒してソウル貯めて、ちょっと逃げてヒールして戻ってきて、波動みたいなやつでちょっとずつ削っていくやつだと思うんですよね。そう、私はそう思ってる。初めて遭遇したんですけど、これ初めて倒すのに挑戦してるんですけど、私の見解はそんな感じです。そんな感じかなと思っておりますが、あれ、ここだっけ。あれ、なんか道間違えた気がする。道間違えた気がする。道間違えちゃった。登れない。道間違えるとめんどくさいんだよね。こやつらがいるからさ。あ、ここどこ？あ、また死んだらお金なくなっちゃうよ。うわー、死んじゃった。もういっか。私の1200円。まあいっか。すぐ貯まるよ、1200円なんてさ。すぐ貯まるよ、1200円なんて。大丈夫だ。1200円なんてすぐ貯まるよ。いけるいける。あれ？さっきどこ行ったんだっけ？まあ、でも魂をさ、取りに行かないといけないから。まあ、この辺まで来たらすぐ貯まる。そうだよね。私もそう思う。よし。待って待って待って。魂を回収しないといけないんだよね。よし。どこ？多すぎない？そろそろ終盤？どうだろう、ね、サクッと貯めるとかって、サクッとボス倒したいって言ってたくせにさ。うわー、びっくりした。全然全然倒しに行けてない。待って、どこにいるんだ。うわっ、あ、やばいやばいやばい。死にそう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 死んじゃった。このさ、音が気持ち悪いんだよね。音が気持ち悪いんだよ。あれ、さっきどこ行ったっけ私。あ、そう、光のやつ買ったんだよね。みんな見てたっけ。あれ、私どうやって下がったっけ。迷子迷子。いや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 。迷子迷子。カオス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 。カオスー。回収しに行けない。あ、待って、わかった、ここ。待ってよ。私ここわかった。イモムシのところと繋がってる。ちょっと待って。あれ、さっき行ったのどこだっけ。ここの、あれあれあれ、なんかさ、私さっき違うところ行ったよね。あれ、あ、こっち行ったっけ。あ、
違う違う違う待って違う待ってあー違う待って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 あー待ってそう こいつらね本当に嫌だ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 待って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 よどうしよう回収にも行けねえぜの下でまた死んでから回収する方が楽なるほどそうしようここで死ぬんだどうせ私の1200はなくなったんだからさ殺してみるよ私のことさおいおいおいくそーオッケーオッケーオッケーすぐ迷子になるんだから私ほんとにうおっと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 オッケー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 でそう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 これね3体に分離するからさ厄介なんだよねでここをあ待ってさっきのところを横にずれないといけなかったんだけどさ厄介だなぁ来るよねまた来るよねあれ上のやつが襲ってこないね上のあのああやつらの領域に入らなければ大丈夫なのかなあたたたくーあ3体まあいいんだけどオッケーオッケーオッケーで尻尾が来るようーそうなりますよねこんばんはこんばんはそう、これね、どっちみちさ、敵倒しに行かないといけないからさ、お金すぐ貯まるんだよね。あー、これがもう気持ち悪いの、私。本当に、本当に。もうこれが気持ち悪いの。OK。あ、そうそう、ここだ、ここ。OK、行きますよ。ドゥーン。最悪さ、あ、死にそうってなったらあっちに移動すればいいんだもんね。だね、マジでおっとっとっとあれあふーんまあ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 攻撃あーそうね攻撃のうん間がうんそうねそうここここここよボスボスの道ボスへのショートカットね多分ね攻撃のタイミングがないんだけどきなきなそう攻撃のタイミングないんだけど、ここにいればいいのか。でよ。で。
間違えた。あたたたたちゃー、やばい、死ぬ。あ、待って、ねー、今行けそうだった。そう、多分ね、真ん中、下に行っちゃダメなんだよね。真ん中、体当たりで攻撃できるのかな？確かに。待ってよ。おぉ、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 待ってよ。一体、だけどさ、追跡してくるんだよね。壁に引っ掛けてから回避。壁に引っ掛ける？だけど、これ確かね、自分の頭の上をこうやってこう描いて行ったり来たりするの。だから、動かずにいれば攻撃はされないはずっていうのをこの間発見したんだよね。だけど、他のやつが襲ってくるから、攻撃されるとこっちも自動的に体が動くから、それで攻撃されちゃうの。言ってる意味が伝わるかな。浮き床に引っ掛ける。一応、私の魂を回収する時間はくれるのね。でさ、逆にさ、あ、待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう。伝わってます、伝わってます？どうしよう、これ。超強敵なんだけど。でも、倒してる人がいるからきっと倒せるはずなんだよ。きっと倒せるはずなんだよ。いつも立っている一つ上の段の方が横の壁との幅が狭くて落ちかけてもリカバリーしやすそう。ここ？あ、やばい。お、すごい、さすが。どこ？もう！いった！お！もう！ということは退避したらダメってことね？でもさっきの
さっきのやり方で合ってる気がする。出口に近い方の足場の方がいざという時に逃げやすい。だけど逃げたところで飛ばないとここ行けないんだよね。こうやってで水の方に行っちゃうとこっちの動きも鈍くなるからってことで、多分ねここが一番安全な気がする、個人的にね。って言いながら落ちてるけどだけど、ほらねほらね、ついてくるのよ。でさ、海の中にいるとさ攻撃できないの。ほらついてくるからさ、ほらほらほら、待てよ、こういう逃げ方もあるけれど、戻ったところでさどうなんだろう。4個以上になったら逃げる、それはありかも。まるでストーカーだ、本当に。まだいるかな、ここからまたファイトスタート。待てよ、ここからまたファイトスタート。やばい、死ぬ。あー、どうやってやるんだろう。エリア変えると体力もリセットされる感じ。どうなんだろう、回復してそうだよね。詰まってる時に回復するとか、詰まってる時、どうしよう、難しいな。暗闇の巣っていうところは、なんかね、もういろいろ次元がオーバーしてて、多分ね、私暗闇の巣のエリアに行ったら多分ギブアップすると思う。チャーム見直すとか。あー、そういう？まあ、地図のエリアは別にもうなくていいから、あ、それありだね。ちょっと待ってよ。で、戻れるかな、これ。ああ、やばいやばいやばい。どうしよう。これ。あいたたたたたたた、変なところ落ちちゃったな。でこれも落ちて、あた、いた、あた、あた、あた、い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 た。あの小さいの一発で倒したい。いや、そうなんだよね。ちょっと待って、とりあえずここで、これはもういらないでしょ？でも一個しか残らないんだよね。ソウルキャッチャーも必要だし、このさ、幅が広くなるのもいらない、ま、あった方がいいよね。G を集めてくれるは今いらないし、攻撃ダメージを受けた後に無敵状態でいられる時間が長くなる。でもこれスロットが
少ないんだよね。ソウルキャッチャーは今装備してて、過去の時代に、これは別に、でも一個、幼虫の歌。あ、ダメージを受けた際にソウルが回復する？これ？とか？でもさ、回復する、これ？これかな？そうだよね。長い釘。あ、長いよりもこっちの方がいいもんね。届く距離が大幅に長くなる。これも長くなるけど大幅ではない。生命の力、体力、休憩時に、あ、休憩時か。体が後ろに下がらなくなる。ソウル一旦これで、長い釘に落として、あー、ソウル増やすとか。なるほど、そういう手もあるのか。ただ、まあ、これでいけるのか。魔力の印、どうしようかな。これもね、これやってみるか。これで、これを落として、これとこれってことかな。魔力もいいかも。とりあえずこれで試してみるか。で、ソウルはあそこまで行きたくないからここで死にまーす。難しいな。どうしよう。このぐにゃぐにゃがさ、このぐにゃぐにゃがさ、このぐにゃぐにゃが、こっちよ、こっちよ。お、あ、いたいたいた、え、見てて、ほらほらほら、見てて、ほら、攻撃されないの。いたいた、攻撃された。されるか。どうしようかな。普通に攻撃されちゃったね。普通に攻撃されちゃったね。どうしよう。攻撃される。あれ、本当だ、攻撃されないって言って。おとなしい犬なんですよって言いながら噛まれた人みたい。そう。本当にそう。どうしようね。まあ、でも、頑張るか。とりあえず一旦ここに逃げたらね、逃げ場がないんだよね。どこがいいかな、一番。でもね、さっき手応えあったのここなんだよね。いた、いた。よしよしよし。どうしよう。もうもう、どうしよう。回復できたけど、なんか全然さ、攻撃進んでない気がしてさ。2回殴らないとやられないのも厄介だ。そう、どうしようかな。なんか前回とかのボスとかはさ、
なんとなくやり方分かってきたみたいなのがあったけど、攻撃の射程が大幅に長くないと突っ込んでくるスピードに対応できなさそう。そうなんだよね。確かにそうなんだよね。ボスだけじゃなくて小さいのもなるべく波動で倒すとか。いやー、そうなんだけどさ、静かになっちゃう。うっ、あ、ダメだダメだダメだ、死んじゃう。待って、どうしよう。床突き抜けてきた。そう、床突き抜けてきたな今。待って、でも射程がないとね、これ別にいらないかも。で、さっきのこれね、そう、これ、これやってみる？これ試したことないんだよね、確か。さっき床突き抜けたら何だったの？バグか、バグ。どうしよう。お、このゲーム終わらせたいんだけれども、なんか急に難関、あ、いてー、急に難関すぎて。連続スラッシュないの、ないの。釘の強化ってできるの？なんか一回できたんですよ。でもその後ね、行きますか。どうしようかな。もうちょっと遊べるドンという制作人の優しさ。え？素材が必要ね。素材？何の素材？今まだ早いってこと？このボスには。あっ、ああ、え、何今の。こういうことか。うわぁ、死にそう、死んじゃ、どうしよう。強化アイテムがいりますね。いる？まだ早い？もしかして。なんかね、この間探索した時は、この暗闇の巣っていうところと、あとは、ここの王家の水路のボスの2つ見つけたの。だけど暗闇の巣っていうところがもう、なんかね、もう地獄みたいな。もうね、もう無理っていうところだったの。
ここに来たから、あ、ここ次のボスかなと思ってここにしたんですけど、もしかしてここはまだ早い。暗闇の巣は虫苦手な人にはきつい。本当にそれ。稼いでアイテム取るのがいいのかな。暗闇の巣は雑魚かな。そう、うーん、一応この王家の水路っていうところのボスと、あとはここ水晶山っていうところの、あの暗いところ、あのライトがないといけないみたいに言ってたところは一応ありますよ。まだそこは探検してないので。だからまあ王家の水路を探索するのもある。 There's another boss in that area。 ボスがもう一体いる。 In this area that I'm in right now、 今いるエリアにもう一体ボスがいるってこと。まだ行けるとこいっぱいあるんで探索してみてもいいんじゃないですか。探索してみるか。みんな探索でも楽しい？みんなにボス倒すところを見せたかったんだけどな。みんなに私が倒してるところを見せたかったんだけどな。楽しい？ちょっと探索するか。ちょっとソウルだけ回収して。うわー、やっぱ難しかったか。一回試してみたけど、あ、え、あ、待って、平日なので、まあ11時までには終わらせたいけどって感じ。まあ、探索だったらまあ11時ぐらいに終わらせるか。よし、探索だ。結構探索したんだけれども、結構探索した気がするんだけれども、意外とね、ここの虫がさ手ごわくて、どこまでもついてくるの。あ、そう、ここでね、あの匂いのなんちゃら回収して、そう、なんかね、ここのボスどこまでもついてくるんだよね。本当にどこまでもついてくる。あ、そう、こやつらとか。あ、そっか、待って、私今どこにいるのかあれ変えないと、私すぐ迷子になっちゃうからさ。あ、そう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 。ストーキング良くない。ほんとだよ。これないと私すぐ迷子になっちゃうから。あ、そう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 。これないとすぐ迷子になっちゃうから私。敵が妙に気持ち悪い。そうなの、なんかね、このエリア本当に気持ち悪くて。私最初ここのエリア来た時に本当に気持ち悪かったの。本当に気持ち悪かったの。本当に気持ち悪かった。お、あ、そう、ここか。あれ、ここ、あ、あ、そう、ここにもボスいたんだよね、確か。あれ、ここだっけ。あ、そう、ここにもボスいるの確か。あれ、ここだっけ。誰、あ、そう、あ、そうそうそう、ここだったっけ、ボス。ちょっと待って、メラメラアコ。めっちゃ笑うじゃん。ほら、ここボスっぽくない？ここはいけるかな、試してみる。あ、行った。
ふんがおおおおおふんころがしみたいな。おお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 おめっちゃめっちゃふんころがしやん。めっちゃふんころがしやん。ああおお、これ潜ってるときはこっちには攻撃できないのね、一応さ。待て痛い、超無双してるじゃん。このどんどこしたら要注意ってことね。オッケーいけそうだよ。いけそうだよ。慎重タイミング。いた。あーやばい。きょHP あるのこいつ。待って、あ。うっ、うわー。オッケー。あ、いた。オッケー。落ち着いていけばいけるはず。おお一回で倒せたー。ああすっきりやったー。何を手に入れたんだ。ん、あれ、あ、これか。お身につけ、身につけたものから独特の匂いが放たれるようになる。これついてたら寄ってこないとか、そういうことあるかな。これつけてたら寄ってこないとか、何かが。おクリアおめでとう、ありがとう。
これさ、防虫剤みたいな感じでさ、つけてたらに虫つ来てこないとか、そんなことそんな感じとか、なんかつけてたら虫が嫌がるよみたいなさ、そういうなんかいる。おい、やっほー、こっちだよ、こっちよ、こっちよ。あ、やっと遅いぞ。いた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 。ん？これは新しいエリアなのか？え？これは？新しいエリアに繋がってたかな。あ、そういうこと。うわ、怖っ、これ。え、こっち行けるかな。行けないね。え、あ、これはまだ行くべきエリアではなさそうな気がするんだけど、音楽も何もないよ。地図で見ると通路みたいな。一番下に何かあるのかな。これ怖いな。あ、行った。待って、間違えた。え、なにこれ、エレベーター？あ、え、なにこれ、すっごい嫌な予感がするけど、なにこの音。これは、これ何のマークだったっけ？これは来たらいけないマークじゃないかい？え？はっ！これ何だったっけ？これは特に何も？え？ちょっと気持ち悪い。戻るか。戻りますか？戻りましょう。戻れるか？戻れるかな？え、戻れるかな、これ。え？え？私は何も見てない。だから戻らせて。私は何も見てないから、戻らせて。お願い。私は何も見てないからさ。私は何も見てないから。あ、待って。え？待って。え、そんなバナナ。けど、ちょっと待って。あ、いけた、いけた。オッケーオッケーオッケー、戻れた戻れた戻れた。へっ、どこだっけ。待って。
ッケーオッケーオッケー、あーよかった。これでもこれ何なんだろうね、なんか液体がいっぱいになったよなんかね。まあ、でもこれボス倒して、ボスなのかなこれ。この子は倒せて、でも特に何もなんか技とかさもらわなかったね。これさ、スロットを増やすところってどこだっけ。なんかチャーム何個か揃えるとスロットを増やせるよみたいな、あった気がしたんですけど。匂いついただけ。そう、上に繋がってるんじゃない。あ、涙の都いけるかな。このさ、真ん中の地図の真ん中も気にならない、上のところ。私個人的にちょっとそこ気になってはいる。まあ、とりあえずボス1体倒した。2体倒せるかなって思ったけど、ちょっとねそこはハードル高かったね。この子はね、まだ優しい。そう、ここのさ、うわ、この音が本当に嫌いなの。そう、ここの上なんだかわかんないんだけどさ、おお、ヒールヒール、おお、まだいるよね、ここね。あれ、あ、ん、上に行くには、あ、椅子、あれ、さっきの椅子、さっきの椅子か。でも私登りたいんだよね。あ、ここか。おお、なんか急にさ、家にゴキブリが出て、なんか捕まえようと思ったら飛んでくるみたいな。ちょっとやめてほしいよね。ああ。で、ソウルとりあえずいっぱいにして。これは？これか。これ行ってみたくない？このさ、上のところ。あ？あ、涙の都に繋がってるのか。シドニーには G 多いから、そう、なんかね、あのシドニー G 多いのよ。涙の都、うん、じゃあ芋虫のボスは後に回すとして、このどこ探検しに行けるかな。暗いところあったよね。水晶さんだったっけ。私さ、あの虫こ、なんか逆にさ、虫殺した後のその後処理がすっごい嫌だから、後処理がすっごい嫌だから捕まえて外に放り投げるのが好きなの。なんか捕まえた後に自分の部屋にまだそういうさのがいる、なんか虫が私のゴミ箱にいるっていうのが好きじゃなくて、捕まえて外に出す方がいいの。また来るんじゃないよっつってで、オーストラリアにいた時にあの G が出てきて、兄弟3人いるから3人でよし行くよっつって、なんかプラスチックのコップをこうやってあの準備して、私が本当にゴキブリだけは私苦手なんですけど、こうやってピャってやって捕まえたら、なんかその時に急に動いて
頭だけ、あれこれもう一個上に行けるんだ。頭だけ捕まえちゃって体だけ動いてて、その動いてる体だけ地面に落ちてさ、3人でギャーッとかってやって、割れるかなと思ったら割れた。だけど特に何もなかった。しかもさ、ゴキブリってさ、心臓2つあるって言うじゃん。ここいけるかな。あ、なにこれ。あ、ここの下のところ、のところに繋がってるのか。なるほど。このマップでかすぎない？ここも発見したんだよね。そう、ここ。この人。パンテラ。買ってるよ。買ってるよ。ここに繋がってるのよ。ほらほらほら。ずっと笑ってるんだよね、この子。これは、どこに繋がっていくんだっけ？あ、そう、ここ。王家のね、都の。ちょっとまた別の違ったところに繋がっていくんだよね。ここさ、まだ探検してないところあるんだよね。あ、ここ行けないのか、まだ。ん？確かそうだった気がする。あれ？行けた？あ、この先が行けないのか。これね、こっち行っても、ああ、お、あ、なんか行けた。新しいエリア発見か？あ、ん？あ、うわー！なにこれ？うー、あれこれこの間来たっけ？あれ？なにこれ？うー、おお、なにこれ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 、虫ガーディアンみたいな。あ、あ、でも倒せたよ。倒した気がする。でも特に何ももらってない。え、なんでよ、なんでよ。なんかちょうだい。これさ、うおー、ん、なにこれ。イズマの森。森？お？なんかもらった。3の力が無効化されます。傷つくことなく、3の液体の中を泳ぐことができます。おお！え、この中動いてもいいってこと？はっ！おお！お、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 お？お、新しいエリア。あ、あ、助けてあげるわ。お、
赤ちゃん発見だよ。あれこれさっき落ちたのここ、あれ、なるほど、ここに繋がってて、さっきの3のところの左側とかってなんかあるのかな。あ、そうそう、ここのね、あ、これ暗闇の巣にいたやつだ。あれいたっけこんな。そう、攻撃してこないんだけどね、フグみたいな、フグみたいな感じなの、風船みたいな。お、あれここなんか来たことある気がするぞ。あ、繋がってるんだ。ってことはここに特に何もないってことだね。ここは特に何もないってことだね。ってことは戻ってもいいや。ちょっと待ってよ。新しいものは発見して、ごめんね、倒さないと進めないんだ。そう、ごめんよ。あ、でもこれさ、さっきのところを通って上に戻って、その能力ぐらいだったっすかね。で、そんな感じがしますよね。オッケー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 。じゃあ、おおおおおよし。で、おこっちは行ったっけ。あ、こっちはさっきのところに戻るのか。うん、オッケー。ってことはここは探索できて、探索できて、あれ、私今どこにいるんだ。これは、あ、これは、何これ。あ、そうだ、さっきのお姉さんのところだ。お、かわいい。お、で、ね、この扉とか、あ、開くのかな。お、将来的に。で、都に戻ってきて、この人たちは、この人たちはでもね、なんかね、いろんなところにいるの。ここね、なんか扉とかいろいろあって、ほらほらほら。あ、いたいたいた、ごめんなさい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 。いた。そう。でね、なんかね、扉とかいろいろあって、ここ、こことか、ここもね、単純な鍵、あ、鍵、そう、鍵をね、見つけないといけないのだったりとか、あとはまあ、進捗を言いますと、ここにもね、一応入って、この敵を倒すんだけど、なんか、ここなんか、何か来るのかなーって。もう敵しかいないの。でもなんか、なんかありそうじゃない？わかんないけど。とか、まあ、こういう扉もあるから、いつかこういう扉も開くのかなーなんて思ったり、匂いつけるかな？あ、奥行けるかな、そう、奥ね、行けるかなって思ったんだけどね、行けなかったんだよ。そう、奥行けないので、ここにも行ったし、王の息、
城の駅は行けたんですけど、王の駅っていうのがあって、これも王の駅、特にこれはね駅だけど、これはなんかフェイント、何もない、何もない駅。そうで、で、で、そう、ここに駅があって、匂いつけてみる？何を外そっか。でもコンパスは必要なんだよね。この匂いってなんだろう。匂いってなんだろう。水晶のところ行くのにどうすればいいんだっけ。水晶、忘れられた通路。ここが本物。さあ、ここが本物。忘れられた、これ読み方わかんない、こうなんちゃらなんちゃら。交差路か。だいぶ探検したでしょ。暗いところどこだったっけな。ここもカタツムリの音がするんだよね。でもどこにいるかわからないんだよね。あ、なにこれ。聞こえると思ったら、お前ここにいたか。助けたぜ。やったー、ベイビーいたぜ。ここだったっけ。あれ、これって皆さん見たことありましたっけ。あ、そう、これなんだろうなーってずっと思ってたの。おっ、わっ、あ、そう、ここね。スロットのついた扉がある。そう、これ多分ね、駅なんだよね。で、電車に乗って多分、おお、お、なにこれ。はっ、ん、そう、多分ね、これ電車でどっかに繋がってると思うんだよね。しゅちゃん、昨日のファンミお疲れ様でした。ありがとうございます。そう、それがね、いた、いた、うん、あ、ウホホの人に行ってみる？どこかでチケットゲットしないと。チケット？あー、まだ買えないのか。この真ん中に埋め込まれた水晶、水晶にはあなたがフォーカスするのを助ける力があるそうよ。もし興味があったら買ってね。あ、そう、これスロット増やすんだったらあと2個チャーム手に入れないといけないんだよね。でもこれ買ったら1個増えるってことだもんね。
ことはこの上の水晶山のところに行けば何かあるかな。水晶山、水晶山、山山。わ、この前からこの子好きじゃなかったけど今も好きじゃない。飛んでる子たち好きじゃない。飛んでる子たち好きじゃない。こっちか、こっちか。あ、こっちからでも行ける？もしかしてだけど、あ、行ける。そうだそうだ。あ、お、はい。お、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 開くだけ？ここまだ探索して、うおー、探索してなかったのね。この子は？はっ、ん？あ、前からしか攻撃できないのか。オッケーオッケーオッケー。お、お金いっぱい。おお、オッケーオッケーオッケー。あ、これは特に何もないか。お、何？は、繋がってるんだ。暗いところあったよね。どこだっけ。椅子のさらに向こうか。よし、ショーエドたち頑張るぞ。よし、よし。で、お、え、何？よし、お、よし、ここに座って。さあ、マップが広すぎるんだ。うお、広すぎるんだよね。ここの上ね。待って、どこだろう。こっちか。あ、こっちか。ちんたらしてないで進めってことかな。どうしようか。キョ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 。なにこれ。何ここ。え、あー、びっくりした。器を守るために夢見の守護者たちは眠る。教師モノモン、モノモンは霧に包まれた彼女の書庫の中に。監視者ルリエンは都を見渡す彼女の、読めない、諸島、諸島、諸島の中に。
亡者ヘラーは王国の向こうの深い暗闇に位置する彼女の巣の中に、彼らの献身ゆえにハローネストは永続する。小さき者よ、これ以上進むでない。何に突き動かされ暗闇から這い出た。何に突き動かされこの神聖なる王国に戻った。封印の向こうから呼ばれたか、器によってか、それとも囚われたあの光によってか。封印を破ることを望むというのか。封印を破ってはならぬ。器は弱まり、病の泉は再生する。封印を破ってはならぬ。我らの封印は未だ健在であり、我らの任務は解かれていない。追放されねばならぬ。これボスもしかして我らの任務は解かれていない。我らの任務は果たされねばならぬ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なになになに、ごめんなさい。消え、え、消えるがいい小さき影よ、我らの眠りを妨げるな。ボス？死んじゃった？え？え？あ！誰？お？ついていけってこと？これ落ちたら死んじゃうのかな。落ちたら死んじゃうのかな。とりあえずついていくか。だって後ろから消えていくよ、石が。お姉さん、え、お、もう戻れないよね、これ。あ、モーク・バテーセ。なんと恐ろしい運命がそなたを見舞ったことか。この肉体と魂の狭間にそなたを追放するとは。肉体と魂の狭間？そなたは彼らの決定を受け入れ、消えるに任せるか？それとも目の前の武器を、武器？武器？この、なんて読むんだ。なんたらしく、忘れられた夢から脱出するか。武器？お！お！新しい武器手に入れた？悲しくか。夢見の釘！Y ボタンを長押しすると、釘を振るいます。夢見の釘は、夢と現実を隔てるベイルを切り裂きます。え？お？あー、あー、あー、わ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 ー。え？おお、夢の中より戻ってきたか。あの者たち、夢見の守護者たちは残されたわずかな力を用いて、そなたをあの場所へと引きずり込んだのだ。だが、そなたの持つその夢見の釘は、この世界と夢の世界を隔てるベールを切り裂く。たとえ夢見の守護者でも、そのような武器から己を隠すことはできぬ。その聖なる刃は時を、得て鈍くなっているが、共に力を合わせれば再びその力を取り戻すことができよう。必要なものは他でもないエッセンスだ。エッセンス、それは夢を作り出す貴重な光のかけら。それを集めて私の元に届けるがいい。十分な量が集まれば我らは偉業を成すことができる。行くがいい、釘を振るう者よ。そして世界に漂うエッセンスを見つけ出すのだ。エッセンスを100集めて戻ってこい。そうすればさらなる知恵を授けてやろう。
エッセンス？あー、今どこ？え？安息の地。お？あ、なるほど！ Y。 はぁ、これさ、至るところにこういうのあったよね。お？あ、これがエッセンス？これさ、至るところにいろんなところにあったよね。あー、なるほど。これを100個？至るところにいっぱいあったけど全然覚えてないや。お、あ、え、上に戻ろうかな。え、一旦おばあちゃんに戻ってエッセンスを届けるってこと？あれ、おばあちゃんどこ？あ、木になった。じゃないといけないんだ。え、いろんなところにあったよね。この木何の木？ここは？お、お、何これ、使用者について動き、その身を守ろうとする。え、スロット増やしたい。いけるかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。 あ、お金あれば買えるんじゃない、あのスロット増やすやつ。いよいよスロットが重要になってきますね。チャームを集めなきゃ。お金が必要だね。じゃあエッセンスをどんどん集めていかないといけないってこと？うわっ、なにここ。え、地図はないのか。なんか新しいのいっぱい。あ、ん、お、ん、え、地図持ってないところが多すぎだよ。私地図ないとどこにも行けないんだからさ。これは？ウィーン。下に参ります、上に参ります。待って、ってことはカタツムリの音がするぞ。カタツムリの音がするぞ。おお、おお、え、お、カタツムリの音、あ、ここか。え、なにこれ。
やば、死んじゃった。うわー、どこだっけ。安息の地。 It might be unkillable。 殺せないかもしれない。あれ、そいつ2個減ります。2個減るの。だからか、一瞬で死んだなと思ったら、え、ここからが超難しくなるやつ、もしかしてだけど、ここから難しくなるんじゃないの。あ、なるほど。あ、こっから本番説ある。ここ行きたいけど、さすがに、あ、これか。お、お、お、なんか発見。ああ、ソウルがないから下に、下にパンチできないや。スキルがないからパンチできないや。ちょっと待って、これか。ありがとうーす。早く行かないと。あ、いた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 。ソウル、ソウル回収しないといけないんだけどさ、こっからでも行けるかな。回収しよう。今はちょっとライフ、ライフというか探検と、なんか発見した。死んじゃったけど、私のお金なくなったけど、とりあえず何か発見した。この飛んでるやつもね、ちょっと厄介なんだよね。ちょっと、あ、いた。とりあえず、心臓に悪いぜ。いた、いた。水晶の塚？好奇心がくすぐられた。そう、ピーン、です。お、ありがとうございます。まあでも23時か。ちょっとここを探検したら終わりますか？
た邪魔よ。あなた邪魔なんだから。ん？うわ、こんな厄介なところにいるの？行った。オッケーオッケー。痛い。回復したら死ぬとかなくない？ねえ、回復っていうかその、え？どういうこっちゃ？あっ、そこに、それダメだよ。せっかく回復したのにさ。どうしよう、ここで死んじゃいそうだよ。この飛んでるやつ好きじゃないな。おし、あ、あ、やばい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 。これ、つかだけ見たら今日終わりますか？つか？つかっていうか、なんていうの？お墓？お、毎回これあるの嬉しいね。これを探検したら行きますか？これこれ、水晶のなんちゃら、いけるかな。来なさい。この子を倒せないのかな。あ、いけた。オッケー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 。そう、ここにいるのが厄介なんだよね。いけるはず、いけるいける。あ、いた。毎回同じ間違いしちゃう。飛んでるやつがさ、本当に厄介。お、いた。よし。この子はね、攻撃してこないから優しい。オッケーオッケー。きゃ。ドゥンドゥグドゥグドゥグドゥンドゥグドゥグ。あ、なんか途中でなんかあった。あ、やばい、変なところ来ちゃった。あー、ごめんみんな、変なところ来ちゃった。ここからどうやって戻るんだっけ。
あれ、ここから下がるんだっけ。あれ、え、ちょ、え、待って、すごい迷子。地図がないから、駅近くにある、駅近くにある、駅、ここはどこ、駅はどこにあります、ここ、お、さっきのなんか変な、あ、これか、これさ、コニファー、ダートマウスに行けば地図変えるってこと？ゴールゴール、一旦ダートマウス行きます。お金そんなにないけど、あ、女王の駅行ってお金下ろしてダートマウス行くか。お金どれくらい貯めてたかな。お金下ろしてダートマウス行って、地図買って今日は終わりますか。オッケー。あの、あそこの塚のところは次に回しましょう。時間かかりそうな予感がしてるので。多分さっきのイベントに遭遇するとコニファー帰る。さっきのイベント、どのイベント、あ、でも多分もう、多分もう何？デスティオ、ジオ。お。多分もう何？ジオカララ。お？追放するわよっていうイベント、あ、そっか、あれなんだ、あれなんだったっけ、あれどこだっけ、あれどこに行くんだっけ、夢見の釘手に入れたイベントかな。ああ、あれはダートマウスに行けば、あれ、さっきの駅、さっきの駅ってどこだ、ならダートマウス、さっきのイベントのところどこだっけ、あ、地図は買いたいからダートマウスに行く。さっきのイベントはどこに行けばいい、ダートマウスのどこだ、ここか、バーファナーだ、あ、あった、あ、これ欲しい、お墓買っとくか。お、これでいろいろ更新されたのでは。イベントは安息の地。オッケー。ってことは安息の地は
じゃあとりあえず今日はここまでにして、次あそこの地行きます。でも大丈夫かな、今日もう11時半だもんね。スロットも行ける？あ、行けそう。スロットどこだっけ。よし、そうしましょう。皆さん明日仕事とかもいろいろあるもんね。あ、なんかじいちゃんが出てきた。え？ああ、ここにも武器を振るう者がおる。その背後に多くの死体を残してきたのであろう。死者に思いを馳せろとは言わぬが、わしのような者の仕事を増やしているという事実は認識してもらいたいものだの。小さな放浪者よ、思うままに進むがよい。目的に向かって道を切り開け。わしの口から不満は漏らすまい。結局のところ、私の仕事はお前のようなもののおかげで成り立っているのだからな。え、ま、とりあえず今日はここまでにしましょう。よし、はい、ということで今日はここまでにしましょう。なんだ、明日も仕事とか、なんだ、学校とかいろいろあると思いますが、で、明日30度ぐらいになるらしいのでね、皆さん体調にはお気をつけて、また近いうちにホローナイトの続きしましょう。そしてまた近いうちにまたホローナイトできるといいななんて思いつつ、Thank you everyone for watching. I was talking in Japanese so much today. Sorry guys, the people who are listening in English. I'll try to talk a little bit more English next time. ふーちゃん、配信お疲れ様でした。そして、湾岸のお話失礼します。また、ダジャレ関係の称号をお伝えします。ハッピーでハッピー。夜景がやけに綺麗。スキーが好きです。いかがでしょうか？布団が吹っ飛んだもありますよ。そんな称号あるんですね。週末のファンミでは最高に楽しい時間と素敵な歌声ありがとうございます。アイムスティル生では初めてだったので嬉しかったです。感動で涙が止まらなかったです。お、嬉しい。あと、明日からはまたお仕事なんですが、今日の配信のおかげでまた仕事頑張れます。今日新しく得たスキルは遅いモンスター、あ、遅いモンスターに使うと回復のソウルを得ることができます。ハンさん、こまーよ。あ、こまーよ。内田さん、虹旅 in 名古屋、お疲れ様でした。さらに、今夜も配信ありがとうございました。虹旅の感想は、うちロケにお手紙しますね。ありがとうございます。はい、ということで、皆さん、配信見てくださってありがとうございます。今日は300人以上かな、見てたので、また近いうちにいろいろ探検しましょう。Thank you everyone and let's continue on next time. I'll see you soon. Good night everyone. おやすみなさーい。バイバーイ。